事務所で立てこもり、しかも人質がチャイか。こんなことしてる場合じゃない、助けに行かなきゃ。大丈夫かチャイか、助けに来たぞ。レナレナ何やってんの。近づかないで。近づいたらこの爆弾のスイッチ押しますよ。わかった、落ち着け。でもヨルミ、なんでこんなことを。見てわからないんですか。見てください、この髪飾り。確かに、なんだそれ。可愛くしてくださいって言ったけど、限度があるでしょ、限度が。だからすごく可愛い髪飾りができるので、チャイカ先輩には人質になってもらいます。要求が受け入れられない場合、場合はチャイカ先輩にこの熱々おでんを食べさせちゃいます。おでんを食べさせるだと。そうです、このいかにも空腹そうなチャイカ先輩が満腹になってもいいんですか。お腹すいた、な、何か食べ物を。空腹でなんかおかしなっちゃってるじゃん。今チャイちゃんに何かを食べさせる、まずい。ほら何してるの、早く可愛い髪飾りを用意して。ヨルミ、落ち着いて話を聞け。立てこもりなんかする必要ない、普通にお願いすればいいじゃないか。俺もチーさんもチャイちゃんも一緒にお願いするから。だから。え、チドモ、細かいこと気にしないでください。今は一緒にヨルミを説得してください。わかった。だからもうこんなことやめろ。お前だってこんなこと本当はしたくないだろ。そうだそうだ。ヨルミ、二人がそこまで言うなら、ヨルミは。ああ、あ、チョコサンジー。